こんにちは、モリスタットホームの森下です。今日はですね、ちょっとあまり耳慣れない言葉でね、土間デッキっていう、考え方というか概念というか、部屋の間取りの取り方っていうのがあるんですけども、そのことについてね、解説をしていきたいと思います。のけからね、何やねん土間デッキってそんなん聞いたことないわっていう人もいらっしゃると思うんで、ちょっと最初に紹介しておくと、まずこんな感じですわ。これ新しくね、僕たちモデルハウスを建ててまして、それの玄関部分、アプローチ部分の一角になるんですけどね、こういうふうに考えてるんですね。こう家づくり考えるときに、一戸建て欲しいっていう人の、ヒアリングをするとですね、多くの方がそのマンションとかハイツとか集合住宅に住んでられる方が多いんで、今のお家に関するご不満って何かありますかって言ったら、玄関に対する不満っていうのは結構ありましてね。でそれは何かというと、まず一番が狭い。アパートの玄関狭いですよね、マンションとかね。それから暗い、大抵窓ないとこ多いんで。それから収納がほとんどない、スリッパぐらいしか置かれへんみたいな感じですよね。でそういうことがあるから、これをなんとか解消したいんやっていうようなことはよく聞きます。でもですね、これがですね、なかなかこのじゃあ解消するっていうとどうなるかというとですね、ちょっと僕の板書きちょっと見ていただいたらですね、今ね、家を考えるときに建築費用が上がってるじゃないですか。なので建築費用を抑えるための一つの方策っていうか、戦略としてはね、あんまり面積を大きくしないっていうのが結構皆さん思われることがあるんですよ。でつまりですね、小さな家っていうことを考えたときに、小さな家なんですけどね、みんなリビングとか他の部屋とか広したいって言いません言うじゃないですか。小さい面積やのにリビング大きいの取ったらどうなりますか、言ったら、いろんな後の負担の間取りの要素に負担がかかりますよね。その結果何が起きるかというと、その小さい家の狭小住宅の玄関に収納スペースをこうなるべく小さくしてしまうというようなことをやる人がおるんですよ。でそうすると何が起きるかというと、玄関に置きたいものが実はいっぱいあるんですよ、みんなよくよく考えたら。でそれが収まりきらへんから家の中に入ってしまって、しまいにはニトリの三段ボックス置かなあかんとかですね、それから外に稲葉の物置みたいなの置いて置かなあかん。で外置ける分はええんやけど、家の中に置きたいもんがあると、さっきの問題で言うと、そうか、玄関収納なかなか難しいなみたいな結論になることがあるんです。でそれとね、もう一つがですね、小さな家のを作っていくというその潮流以外に、もっとこの20年ぐらいの戸建ての家づくり考えた時に、ものすごく顕著に起きてるなというのがね、玄関の プライベート化問題というのがあるんですよ。ちょっと分かります？玄関のプライベート化って言われて、言うのはね、ちょっと前のね、昔の家ってね、住んでる住み手の方もですね、外からいらっしゃるこのお客さんもですね、その玄関の付近っていうのは応接間とか玄関とかをこう一体に一つ一括りに考えて、プライベートじゃなくてパブリックで、かといってプライベートみたいな、こうパブリックでもプライベートでもないような曖昧な空間と捉えて家をこうの玄関作ってきたことが多かったんですよ。前のね、僕ちょっと動画でも解説したことあるんですけど、昔の農家の玄関で玄関土間って広いとこがあってね、そこでこうちょっと腰掛けられたりして、野良仕事からちょっと大根持ってきたでみたいな、お母さんみたいな人がちょっとほら座って麦茶でも飲んで帰ってみたいな、そういうなんか、私でも野良仕事の後やから、もうドロドロやから、いやここ座ってくれたら言うて、ちょっとお菓子もあるからとか言ってみて、そんな感じがあったいう感じで、まさにこう
あのちょっとパブリックな、あのその応接的なものも玄関の中にあったんですよね。でもまあどうですか、今の玄関ってそんな人来ます？あのうちの玄関入ったら佐川急便かヤマト の運転手さんぐらいしか来ないですよね。ね、あのイケメンの人来てうちの女房とか喜んでますけど、まあそれぐらいなんですよ。でも入って入って言うてそんなことはないじゃないですか。でそれぐらいもう何て言うんですかね、 うち部屋こう家の内側と家の外みたいなこの境界線がね、スパーンと玄関ドア1枚で作ってあるのが今の玄関で、それがプライベート玄関っていうやつですわ。でも昔はまあちょっと運転手さんありがとうごめんなって、あの暑い中配達してくれてちょっと座って麦茶飲んでって、田舎行ったらまたこんな風景ありますよね。うち の田舎のおばちゃんなんかそんな感じで、あのもう誰にでも親切にお茶出したりしてるから、今でもそのちょっとこう曖昧なちょっとこうパブリックなそんな感じがあったりするんですよね。そうなんですよね、こう玄関ってあのなんていうかな、あのスパーンとこう外と中を切ってしまうようなものがここんとこ多かったんですけども、でもその結果ね、あの煩わしいその近所付き合いみたいなものはなくなったかもしれませんけど、昔のようにこうあったかい近所付き合い減ってしまいましたよね。昔はね、あの僕もそうですけど、近所のおっちゃん悪いことしょったらこらーって怒られたりしょったですよ。我が子も近所の子も一緒、分け隔てなく子供見てあかんことあかん言うたような、なんかなんてみんなで子供育てたらあかんみたいな、そういうあったじゃないですか。だからこうなんか地域、村内とか地域でなんかみんな協力し合って生きていくみたいないう感じも、なんか日本のええとこやなかったんかなって気持ちとても強いんですよね。まあ言うたらね、玄関にはあのまあ立ち話ではちょっとなんなんやけど、あのでもまあ私この畑仕事の格好やし、あがちょっと上げてもらうまではっていうような感じが、あの普通にこう外に開いていくと、あの起こりがちなんですよね。でなので玄関にはこうちょっとこう外部のお客様とかこう訪問者をこうもてなすいうか、もてなすいうと大げさなんですけど、こう温かく迎えるみたいな、 そんなようなものも僕はあってもええんかなと思うんですね。でそれでまあちょっとね、うちの若いあの設計のスタッフたちがね結構議論して、まあ、新しいモデルハウスするときに、なんかそういうのをなんか一つ解消するというか面白くするっていうような新しいあの間取りの考え方ってないですかねって言って、まあ、一つこう出てきたものがちょっと今回解説ドマデッキっていうやつなんですよ。だからまあなんかね、ちょっとあのこの板書きのキャッチにも書いてますけどもね、現代的な縁側的なもの、縁側そうでしたよね、あの縁側に腰掛けたりとか、腰掛けて外見たり、子供はね、それから近所の人が縁側に腰掛けて話したり、スイカ食べたり、お父さんの友達が将棋打ったりみたいな、そんなあったじゃないですか。あのそんなようなものもひょっとしたら作れるんじゃないですかって言うと、縁側だけじゃなくて、さっき玄関土間っていう話、広い玄関土間って話しましたけど、あそこやったらね、昔例えばちょっと自転車パンクしたんやんとそこで直したりですね、それからちょっとなんかお父さんちょっと大工仕事してえなって言ったら、ちょっと家の中ではあのノコギリの粉落ちたりするから、原画とまでこうちょっと切ってカンカンとつけたりして、うわ棚作っただろみたいな、これ持っていけみたいな、そういうような、なんかこう作業場でもないんやけど、なんかこういろんなことに使えるこう柔軟なこうユーティリティスペースみたいな、家族のためのユーティリティスペースみたいなものもひょっとしたら可能性としてできるんちゃうかなっていうことで考えたのがね、まあ、ちょっとまた持ってきます、この感じですわ。このちょっとあれはですね、ちょっとすいません、あの僕の趣味 の僕ちょっと自転車を時々やるので、ちょっと自転車の趣味を展開させてもらったドマデッキですけども、これをいろんなお好みでね、そこであの子供たちの遊び場にしてもらってもいいし、まあその大げさじゃない、ちょっとあの茶飲み友達みたいなママ友の子供さん連れて、みんなあの運動靴履いたままで、ええやん座ってジュース飲みみたいな、ちょっとケーキ食べたらみたいな、そんなにしてもらってもいいので、そんなような感じで、そのデッキにはもちろん収納機能もあの拡張すればできると思うので、そんな感じちょっとやってみたらちょっと楽しくないかなっていうことです。でまあ冒頭に言いました、狭くて暗くて収納があんまりないっていうものを、広くて明るくて収納たっぷり、そして加えて来客を迎え入れる、まあ
まあちょっとかっこよくね、言うと地域住宅を地域社会のハブとして活用するみたいな、まあ、これすいません、藤山さんの受け売りですけども、まあ、そんなようなことでやるようなものにもなるかなと思います。なんでね、まあ、ちょっとこういうのってちょっとね、ちらっと動画見てもらったぐらいで伝わりにくいとは思うんですけどね、こういう考え方もあるということでやってもらうと、小さな家なんやけど、なんていうかな、広く使えるし、いろんな用途に使えるみたいな、まあそんなことが実現できるんじゃないかと思います。まあちょっと最後に、ね、宣伝させてください。この家がですね、この7月末に完成しても8月から新しいモデルハウス見てもらえるのでね、まあもし土間デッキってなんやねんって思う人がいらっしゃったら、まあ、ぜひねちょっと見に来てもらえたらと思います。宣伝になってすみません。はい、まあこんな感じで、ね、いつもなんだかんだ家づくりについて解説をしてますので、よかったらねチャンネル登録をしてみてください。